はい、はい、皆様こんばんは。こんばんは。あ、皆さんこんばんは。こんばんは。ひろしキャス、スタートさせていただきます。はい、今日は 3.12、3.11 から13年ということで、あの特別企画でお話しさせていただきます。はい。声聞こえてますかね？聞こえてます？皆さん。反応がない。あ、聞こえてます。はい。ありがとうございます。声聞こえるようなバッチリですと。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。まずは冒頭に。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。はいはい。あ、もう全然平気です。すいません。冒頭に川内さんから一言。3.11 で被災された皆様、うん、その他日本 の、 各地での災害に見舞われた方々、はい、そして国際金では能登半島で、はい、被災された皆様にご挨拶を一言お願いいたします。はい、東日本大震災から13年、で今年のお正月には能登半島で、まあ、大変な地震もあった。で、たくさんの方が、まあ、被災をされ被害を受けられていらっしゃいますし、まだ熊本でも大きな地震ありましたしね、日本は、まあ、いつどこで、どんな場所であっても地震に見舞われるという可能性があるわけですけど、まあ、それぞれお亡くなりになられた方には心からね、悔やみを申し上げたいと思うし、いまだに東日本大震災の被害からですね、回復できていない。だってもともと住んでたところに戻れない人たちがたくさんいるわけですよね。まだ数万人の人々が、まあ、そういう意味で私たちがこの東日本大震災をどう振り返り、そしてどうしていくのかということをみんなで考えることは、いつどこで地震が起きるかわからないという意味において大変重要なことであるというふうに思いましてですね、今日は鹿児島は 来月4月に鹿児島市議会議員選挙も、あるんですね。その市議会議員選挙に立憲民主党の公認候補として立候補をしていただく予定の2人の現職の市議会議員、そして3人の新人の予定候補、5人の候補が参加をこのキャスにしていただいて、まあ、みんなでこういろいろ話をしながらですね、考えていきたいというふうに思いますし、5人とも女性なんですよね。はい、なぜかそうなってしまったと、女性になってしまったということなんですけど、今日はちょっと時間長くなるかもしれませんけど、皆さん最後までいろいろ意見も質問も受け付けておりますので、よろしくお願いを申し上げます。はい、ありがとうございます。はい、そうしましたら、あ、最初にあれやらなくていいんですか？告知、大事な告知をお願いいたします。はいはいはい、各種 SNS、X、旧 Twitter、YouTube、インスタのフォロ ー、チャンネル登録、いいねお願いをしたいというふうに思います。さらにですね、ご寄付も私のホームページからですね入っていただけますと、クレジットカードでのご寄付ができるようになっておりますので、ご寄付も お願いをさせていただきたい。今カメラがご寄付をの紙を写すときに一瞬市会議員候補も写りましたけど、ぜひぜひ、よろしくお願いします。もう一度言いますね、寄付のお願い、ツイッターのフォローのお願い、インスタのフォローのお願い、
YouTube のチャンネル登録のお願いと、もうお願いばかりしてるわけですけど、よろしくお願いをします。よろしくお願いします。はい、以上です。 YouTube がもう少しで1800人登録者が1800人2000人目前となってまいりましたので、はい、ぜひとも皆様周囲にこのお YouTube 登録させてもらいました。このチャンネル面白いよと周囲に広めていただきまして、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。いや、はっきり言ってめちゃめちゃ面白いです。めちゃめちゃ面白いです、ね、はい、めちゃめちゃ面白いです、はい、更新頻度も素晴らしいので、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。と、はい、しましたら、市議会議員の市議会議員候補立候補予定者の皆さんのご紹介に移ったらよろしいでしょうか、はいはい、そうですね、とりあえず、はい、市議会議員候補5名の女性たちのですね、それぞれの、紹介をさせていただければというふうに思います、はい、多分見てらっしゃる方たちもどんな奥様は魔女みたいなヒロシキャスというねどういう意味でしょう、はい、相原さんありがとうございます。2万人以上が今も福島県外へ避難と、ということですね。13年経って2万人以上がね、まだ県外に避難してるんですよ、はい、まだ未だに生活の再建ができてるとは言い難い状態ですよね、はい、だから県外へ避難していらっしゃる方々は本当に今本当に苦労されてると思いますよ、うん、まあ、戻った人たちも大変だし、本当そうですね、うん、ということで、はい、じゃあどなたからやりましょうか。はい、それは趣向があるんですね。はい、実は今日くじ引きを、はい、用意しておりまして、はい、これどうすればいいんですか。みんなにそれぞれ引いてもらえばいいんですね。あ、私が引く、はい、画面を見せていただけますか。画面をこちらに見せていただきまして、はい、これちょっと画面映ってます。この画面がメインカメラでございますので、はい、これがくじ引きになっててですね、これを引くと誰が名前が出てくるんですね。はい、わかりました。じゃあ引きます。じゃあ、おあ、にぎるりかさんからです。はい、どうぞ。にぎるりかさんどうぞ。にぎるりかさんどうぞ。にぎるりかさんの横に。歯が出てまいりましたけれども、平和の和と書いてにぎゆりかさんでございます。拝んでたのにな、はい、これねちょっと見ていただきたいんですけど、にぎるりかさんってもうめちゃめちゃこうアナログでカメラが寄らないとこう分かります。大丈夫です、大丈夫です。平和の和と書いてにぎと読むんですね。にぎるりかさんで、ちなみに学校の先生を辞めてですね、市会議員に出ると。で、もう一つまあ、なんていうんですか、こう情報を皆さんに申し上げるとですね、最近家買ったばっかりでですね、買ったといっても住宅ローンですから80歳まで住宅ローンがあるというですね、なんと、はい、はい、長いし、はい、大変な人です。80まで住宅ローンを抱えるというね、頑張らなくちゃ、はいはい、大変な人でございまして、はいはい、そのにぎるりかさん、まず1、2分で自分のこう人生生涯を語っていただいて、まあ、簡単にそんなことで語れるかみたいな話なんですけど、まあ、自己紹介して、でなぜ市会議員選挙に、こう立候補をしようと考えたのかと、何を目指すのかということをちょっとみんなにお話をそちらのカメラに向かってしていただきたい。全部で2分、まあ、全部で2分、その後僕はまたいろいろインタビュー形式で聞きますので、はいはいはい、こんばんは。こんばんは、にぎるりかと申します。平和の和と書いてにぎと読みます。私は学校の教員を34年間してました。で最後の頃に、まあ出会った子がですね、関わった子が、中1なんですけど、俺の人生終わった、このクソみたいな人生って13歳、12歳、13歳の子が言いました、非常にですねショックを受けました。今からでしょって、あなたの人生今からでしょって言って、いや終わってるんだって、
あの12歳13歳の子供にそういうことを言わせるような社会っておかしくないかと、これはもう社会の根本がおかしいんじゃないかと思いまして、あのなんとかあの子供たちが夢や希望を語ることのできる社会をあの作っていかないといけない、大人の責任としてという思いがありまして立候補を決意いたしました。予定しています。はい、ありがとうございます。あの、あ、にぎさんね、この相原さんっていう方はですね、大変な方で、あのいろんな情報を即座にこう書いてくれる人に、あのにぎさんの事務所のツイッターのアカウント、それからあのにぎさんのツイッターのアカウントね、URL、これも瞬時に上げてくれてるので、ありがとうございます、はい、相原さんに1万ポイント差し上げていいですか、はい、ありがとうございます。本当に瞬時に検索してアップさせる、天才ですよね。ですからあの、うん、今これ見ていただいている方はあのぜひあのにぎさんのツイッターアカウントをですね、今すぐフォローをしていただければというふうに、まあ、これから出てくる あの4名もそうなんですけど、5人みんなでツイッターをフォローしてですね、あの一日のあツイッターしてないとかいう声も出てるんですけど、インスタしてるから、ね、インスタしてるからね、はいはい、お願いをしたいというふうに思います。イメージカラーはこのちょっと深みのある赤ですね、はいはい、そうですね、本日お召しになっているお洋服がポスター、はいはい、見えてる、こっちがメインカメラなので、できるカメラに、はいはいはい、うん、そうです、あの鹿児島市の吉野っていうところがですね地元なんですよね、はい、鹿児島市の吉野っていうところはどんなところかっていうのをちょっとあの教えてください。あの多分県外の人もいっぱい見てるので、はい、吉野っていうところですか、はいはい、私が初めて行った時は周りは全部畑でした、初めてそうですね、実家に初めて行った時は牛の声で目が覚めましたっていうぐらい、すごくあののんびりとした田園地帯、うん、なので学校で何ですかね、体育の授業とかしてるとおじさんがですね、あの牛を引っ張って歩いてるんですよ、もうもうもうって言いながら、でなので私なんかはその登下校の時は糞を踏まないように歩いていくっていうのはそんなところだったんですが、今もうあの区画整理がすごくって、もうすごいもう家がもう立ちまくってますっていうところで1万5000戸ぐらいあるところなんですが、まあ、そこにものすごい住宅地になってますよね。だから古くから住んでる人いらっしゃる方たちと新しくこう家を建てて住まれる方たちがまあ混在しているという地域でですね、学校もめちゃめちゃマンモス校なんですよね。だけどその昨日一昨日かなニュースになってましたけど、鹿児島県の教育委員会がね2000人先生を募集すると、はぁ、あ、みたいな話じゃないですか、2000人先生募集するんですよ。ちょっと先生が足りない足りないって言ってても桁が2つぐらい違う、20人とか30人足りないんだったらねまだわかるけど、2000人足りないから募集しますと、なんじゃそれみたいなね、学校の現場が今どれだけ大変かということだと思うんですけれども、実際にあの現場で働かれてらっしゃってね、あの子どもたちの状況とか学校の先生方の状況とかね、あのどんなもう感じですか、もう本当みんなアップアップというかあの精一杯みたいな、ね、はい、状況なんじゃないか、ちょっとその辺をお話しいただいて、それを改善したいですよね。そうですね、はいはい、あの私教員になって最初の時にあの先輩の先生に教えていただいたのは、あの暇そうにしときなさいと、あの忙しそうにしてたら子どもたちは絶対相談に来ない、だからどんなに忙しくても忙しそうな姿を見せるなって言われてました。だから私は結構忙しい人間だったんですけど、結構忙しい人間だったと思うんですが、子どもたちは先生暇でしょうってずっと言ってました、私のこと結構抱えてたんですけど、いろいろですが、最後の学校はもうあの、まあ、
校舎も広かったので、とにかくあの教室から教室の移動が大変で、みんな教員は走ってました。みんな走ってて、私もあの先生今時間いいですかって相談したいことがありますって言われて、あの、まあ、歩きながらでいいけって言いながらお話を聞くような、そういう状況になりました。でも本当に忙しいので、あのどん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 病気になっていくんですね。あの精神疾患になったりとかで、で休みを取られます。休みを取られると、まあ、あのまだ大丈夫まだ大丈夫って皆さん思われるので、きっちりとこうまとめてお休みされないんです。だから1日いらっしゃってまたお休み、1日いらっしゃって全然良くなんないわけですね。で私なんかはじゃあどうするかっていうと、その先生お休みの時はあのお互い様なの で目の前に子供がいますから、あの何とかしないといけないっていうので、うん、みんなで回すわけです、うん、そしたらですね、ただでさえも忙しいのにどん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 みんな疲弊していって、また、うん、あの病気を取られる方が出てくると、うん、まあ、そういう状況に今学校はなってます。負のスパイラルです。で、あの代わりに先生がいらっしゃったらいいんですけど、さっきあの川内さんおっしゃったように、あの学校の教員足りないので、なり手がいないので、あの病休にお休みされても代わりの方がいらっしゃらないと、そういう状況になってます。はい、そういう状況になってます。なので非常に厳しい状況になってます。なのでやっぱり子どもたちの未来のために教育に投資をして、学校の働き方、私たちあの自分たちがその楽をしようとか思ってるんじゃなくて、本来の仕事、子どもたちとしっかり向き合うという本来の仕事、あるいは授業をきっちりするという、そういう本来の仕事をちゃんとさせてほしいっていうのが、あの今話題になっている学校の働き方改革なんです。なのでそういう意味でやっぱり皆さんに学校の現状を知っていただきたい、子どもたちの現状を知っていただきたいと思ってます。はい、まあ、あのおにぎさんの場合は教育の現場の状況を市会議員として、まあ、制度として変えていきたいということなわけですけど、例えばね、原発事故が起きたりしたらですね、学校の先生が足りないのに子どもたちをどうやって避難させるのとかですね、もうそういうことさえものすごくあの大変な問題になって、いくのではないかというふうに思いますね。だってもう校長先生とか副校長先生とか管理職さえもう授業に駆り出されて、全体を俯瞰することがだん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 できなくなりつつあるというのが学校現場の状況ですからですね、はい、まあ、そういうところをあのみんなで頑張って、いきたいというふうに、思っております。それが、まあ、にぎるりかさん、ぜひ皆さんよろしくお願いを申し上げます。お願いします、はい、では続いて聞かせていただきますね。向井香織さん、はい、はい、お願いします。向井さん、はい、そっちに向けて、はい、で続いての市会議員候補は向井、香織さんと、あ、そっか、タイムラグがある。向井香織さんで、香織じゃなくて香織なんですよ。香織。はい。じゃあまず、向井さんはですね、相原さん、ツイッターやってないの、インスタやってるんですね。インスタやってます。はい、インスタやってます。相原さんお願いします。ほら出た。すぐ出た。さすがでございます。すごい。やった。はい、はい、で、この前相原さん鹿児島来てくれましてね、事務所まで来てくれて本当に楽しかったです。またぜひお待ちしてます。はい。それじゃあ向井香織自己紹介を。若干お願いをします。はい、はいはい、皆さんこんばんは。こんばんは。鹿児島市議会議員1期生1期4年の向井香織と申します。
2期目の挑戦を控えているところです。私は、坂本町というところに、住んでおりまして、幼稚園からずっとそこにいるところです。で基本的に、相談をいただいた方からいろいろ学びながら4年間過ごしてまいりました。2期目4年いただけるのであれば、今後はしっかりと皆さんの要望に沿って、また多く飛躍していきたいと思っております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。このキャプテンフレーズ未来へ向かえはお名前にかけていらっしゃるのかな。そうですね、今若い子たちもそうなんですけど、若い子を支えている保護者の方とかおじいちゃんおばあちゃんとかが今これからの子たちが夢を持てないという方が、まあ、心配の声が多く寄せられてますので、そんなのを無視して未来にしっかり向かっていける人たちの支えになるようにやっていきたいなと思って、このキャッチフレーズにスローガンにしました。はい、ありがとうございます。自分で言わなかったですけど、言わなかったですよね。この人すごい人なんですよ。すごいとこ教えてあげてください。前の職がですね、自動車教習所 の教習の先生をですね、教習員をしてらっしゃったんですけども、あ、ブースカちゃんありがとうございます。その教習員のですね、まあ言えば全日本選手権でですね日本一を取った人なんです。はい、はい、正式名称はですね、指定自動車教習所学科協議会で全国1位というんですね。はい、チャンピオンだったんですね。はい、ありがとうございます。はい、という大変な方で、だからですね、道路のこととかですね、車のことにめっちゃ詳しいんですよ。はい、だからずっと私も一緒に回ってて、車の相談とかですね、自動車の相談、道路の相談とか受けるとですね、市役所にすぐ連絡取ってですね、パッパッパーッと解決したりとかしてですね、すごい人だなぁと思いながら話をさせていただいてるんですけど、だからどう原発事故の時にね、はい、が起きた時に自治体は避難計画というやつを立ててるわけですね。はい、避難計画、はい、で道路がもう地震だと、まあ能登半島でもそうでしたけど、もう使えなくなるわけですよね。まあ東日本大震災でもそうだったけど、そうするとですね、バス会社のバスの方とかですね、バスの運転手さんとか、あるいはタクシー会社のタクシーの運転手さんとかね、避難する人たちを乗せてね、走れるんですかと、その避難計画に基づいてですね、避難することができるように、なってると思いますか。どう思います、こう、はい、道路のプロ、自動車のプロとして。そうですね、やっぱり避難訓練っていう時に、渋滞がどれぐらいなのかっていうのは想定できても、実際どれぐらいでしたっていうのがやっぱり測りきれないっていうのが、今度の能登地震の時に立証されたようなものなので、まあ、道路が普通に使えない状態で、こんだけの人口がどれだけ車を使って逃げるのかっていう、その想定外のことを能登地震の時には受けてしまったのかなということかなと思ってまして、まあ、鹿児島県には、うん、仙台に原発がありますし、避難区計画とかを県の方が立ててはいるんですけど、やっぱりそこで渋滞の問題っていうのは指摘されてますし、でそれの解決策っていうのはまだまだ出ていない状態なので、そこは心配ではありますね。で鹿児島市で言えば桜島、立派な山があるんですけど、
その火山、活火山の山が大正火山からもう100年経ってるので、そこの避難計画で十分な避難経路が確保できてるかって言ったらまだまだ足りない状態になってますので、うん、もっともっとみんなで話し合わないといけない問題かなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、いや、こういうその道路とか自動車のですね、運転のプロが市議会にいるってことは大変、災害の時の避難という意味においてすごく大事なことだというふうに思いますので、2期目に向けてですね、ぜひまた一緒に頑張っていきたいなというふうに思います。じゃ あ3人目でいきましょうかね。はい、ありがとうございます。何か言い残したことありますか？ないです。はい、ありがとうございます。はい、ウェイ、とにかくウェイでごまかす、ごまかすっていう。3人目、あうかりともえさん、ウェイ。みんなもっと喋ろう。なんか硬いよ。いやいやな、いやもうそうだよ、もう雑談でいいんだからさ。雑談ですよ、はい。もう雑談、はい。はい、じゃあうかりともえさんですね。はい、はい、自己紹介どうぞ。はい、321、はい、どうぞ。はじめまして、うかりともえと申します。自己紹介、うん、シングルマ、シングルマザー、46歳シングルマザーです。元看護師と保険外交員をしておりました。なぜ新人で初めて立候補予定のものなんですけれども、立候補するきっかけになったのは看護師であったっていうのことと、その上で保険外交員をした時に、個人のお宅にお邪魔する機会が多々ありまして、老老介護とかご家族がいたとしても関係性が希薄だったりとか、さまざまな諸問題をイメージカラーの紹介はないんですかって。あ、はい、イメージカラーは黄色でございます。はい、黄色です。お願いします。あ、はい、さっき向井香織のイメージカラー言わんかった。向井香織さんは赤です。はい、にぎるりかさんはにぎるりです。あ、にぎるりかさんはちょっと黒っぽい赤です。はい、黒っぽい。エンジン、ちょっと大人の赤です。向井香は普通の赤。情熱の赤。情熱の赤。向井香は情熱の赤。情熱の赤。最初に出たにぎるりかは情熱が少し疲れてないですよ。いやいや、その大人の赤。何レッド？正式名称は？シンク。シンク。シンクだ。シンク。シンク。はい。シンク。紅色。紅色。はい。はい。はい、そういうことで、はい、じゃあ、はい、黄色、本人が黄色いきます、黄色で、はい、まずはその保険外交員の時に何かできることはなかろうかという話を思って、うん、で地域のトロピカルのトラさんが T シャツ気になるって言ってました。あ、ごめんなさい、はい、T シャツ、はい、はいはい、で何かどうする、その T シャツは何かと言うの？これですね、こうサーフィンのやつです。はい、お土産店で買っただけなのでサーフィンはします、うん、残念ながら。どこのお土産店ですか？外国のお、すごい、外国のハワイ、昔のワイハー、はい、いいです、本題に戻ってください。はい、はい、すいません、はい、で忘れちゃったですよ、シングルマザーです。あ、はい、で、はい、そうです、はい、保険外交員でとして地域にどういう役割を持って接す、あ、お客様一人一緒に接せられるかっていうのをまず思った上で、会社に直談判でいろいろ物申して、組合に出席して物申して意見を述べたりとかいろいろ様々してきたんですけれども、それでも一つしか通らなくてですね、で、じゃあ自分で動こうっていう思いが出てきて、でその時にお声がかかって、お声をいただいて出る
ことになりました。で、あのまずはだからその市議っていう立場にならせていただいた時にはその地域の方たちとあのつながりを持って、で、あとその老老介護とかあの医療介護に、特化したものを何かあのお子様だったりご高齢の方たちだったりとかそういう方たちに特にあの制作をさせていただけたらなと思っているところです。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。あのちなみにあのミンリッチさんから川内さん真っ黒凱旋頑張っているのですねって書いてあるあのメッセージをいただいてる。これ凱旋じゃないんですよ、ご挨拶回りだけでこんなに焼けるんですよ。はい、鹿児島のですね、この日差しの、あの純粋さというかですね、はい、日差しの強さというのは本当にあのすごいです。あのある意味ワイハーより焼けます。はい、随分昔です。はい、それであのこおかりさんは実はあの歌手でもあるんですよ。はい、あのあれ CD も出してるんだ。はい、出してます。はいはいはい、はい、あの歌いこうなんか歌えます。突然のちょっと無茶ぶりか、突然の無茶ぶりでしたけど、はい、子どもたちに唱歌とか、童謡を残していきたくて、小学校中学校での活動を音楽活動をしてさせていただいています。はい、素晴らしいですね。だからあの要するにあの人間関係が希薄になっているので最近の世の中というのはね、その人と人とのつながりが復活するようなあの地域を作っていきたいというのがあの市会議員選挙に立候補する理由であるということでいいですかね。きっかけです。きっかけ、はい、うん、あ、ほいでほいでよ、はい、すいません。あ、うかりさんの CD 買いたいという人がいますよ。ありがとうございます。お、トロピカルの虎、うかりさんといえば社交ダンスも、え、知ってるんだ。あ、ありがとうございます。すごい、このトロピカルの虎さんはあのうかりさんのが社交ダンスで、もう一人社交ダンス、もう一人向井香織も社交ダンスですからね。香織ちゃん、はい、あ、香織さん、実は立憲民主党社交ダンス部をあの、はい、作りたいというふうには、そうですね、知りませんでした思ってるんですけど、あの大会で優勝されたこともあるんですね。はい、あります。ありがとうございます。はい、人生楽しく頑張ります。先ほどの話に戻ると、やっぱりその看護師と保健の外交員というその生活に密着したお仕事で、はい、皆さんの生活にいろいろ触れていろんな問題意識をかあの持って、それで今回、はい、看護師だけでは正直わからなかった部分は多々あったので、うん、保健はあのお客様の財産だったりとか、まあ、いろんな裏のこともいろいろあの知っていくっていうこともあるので、さまざまなことも知ってくるので、見えなかったところもあの保健外交員で見えたかなというのがありました。ほうほうなるほどね、はい、はい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 、あの、一緒にあのご挨拶回りをですねさせていただきながら、当初市会議員選挙に出ようと思っていたことに加えて、何かこう新しいあのこういうことも解決しなきゃいけないなみたいなことってあります？あ、回っててですね。回ってて、あ、一番、でも一番は本当に医療と、うん、あとその買い物困窮者がやっぱり多いっていうのがすごくあります、うん、でやっぱり交通の便もうすごく改善していきたいなと思うところです、うん、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、黄色が、はい、イメージカラーです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。聞いてください、はい、じゃあお次、あ、松尾春よ、
今日はイメージカラーの服ではない。はい。あの松尾春代はあのイメージカラーはピンクなんですけど、はい、あの外であの朝立ちとかするときはあのピンク色のジャケット着てるんですけど、今日はあのちょっと寒いので違う色で、すいません、勝負させていただきます。はい、はい、それでは松尾さんどうぞ。はい、はい、自己紹介お願いします。自己紹介お願いします。鹿児島市議会議員の松尾春代です。こんばんは。こんばんは。一期生で、そろそろ4年が経とうという時期でして、で次は4月に、2期目の挑戦が待っております。4年間もう本当にちょっとわけもわからないような状態からもういろんな方にご迷惑をかけながらでしたけれども、一番最初の2年は、会派の団長として、そして後の2年は、他の方々とも協力をしながら、2年を過ごしてきました。とにかく私ここに書いてある通り、なんかこれ私が考えたじゃないですよ。あのこれはでもこれからも全力疾走って書いてあるんですけど、考えた人がそう言いますけど、おりますけど、なんかもうとにかく私は走ってるイメージだということで、まあ、走ってるかどうかはともかくとして、まあ、とにかく動き回ってるというのは自分でもまあそれはそうかなと思うところなんです。とにかく市民の方から何かお話があったり、お声がかかったり、まあ、電話なりメールなりいろんなやっぱりお声を聞くんですね。そういった時にはもう必ず現場に行くようにして、解決できることはしっかりと解決をして、無理なことももちろんあるんですけれども、それでもやっぱり市民の皆さんの声を聞くことが一番大事だと思って過ごしてきました。4月2期目の挑戦です。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。トロピカルの虎さんが、松尾さんの議会でのジェンダーに関する質問本当的確ですと。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当ね、この松尾さんはめちゃめちゃ仕事を一生懸命される方なんですけど、この前私も議会の傍聴に行ったんですよね。ありがとうございます。本当にざわつきましたけど、ね。はいはいはい。若干ざわつきましたけど。ざわつきましたね。あれみたいな。少々ざわついたようですね。はいはい、じゃあちょっと疲れました。はい、それでね、放課後児童クラブのことなんかを質問してるわけよ。で、今日は昨日やったかな、やっぱご挨拶回りしてて、子供がもう3年生になると放課後児童クラブで預かってもらえないと、2年生でも終わりと言われる。じゃあ3年生の子供はね、家でじゃあもう人で留守番するのかみたいなね、ことで、で松尾さんが、児童支援員をね、増員する必要があるのではないかとか、児童支援員の補助員を増員する必要があるのではないかとかね、質問されていたんですけど、鹿児島市はね、なんか釣れない答弁でね、もっとスタジアムのことなんかよりそういうことちゃんとやれよというふうに私たちは思うんですけど、どうですかね松尾さん。まあ、スタジアムと比べるべくもないというか、すいません、全く別の話ではあるんですけれども、ただやっぱり議会で言ったのはですね、とにかく支援員さん、まずお給料というか、やはり賃金が低い、そして103万、110万の壁があるというこの矛盾した状況に対して、まあ支援パッケージも国が提示をするので、まあ、そういった補助も使いながらだけれども、やっぱり処遇を改善していくべきじゃないかというような趣旨の質問だったんです。やっぱりそういうのを考えた場合に、私たちが一番市議会ですけれども、何にお金が必要かっていうと、やっぱりその市民の方々の本当に心の声ですよね。先ほど川内さんもおっしゃいましたけども、本当に行き場がないとか、じゃあ私は子供をやっぱり見るために働かなくてもいいのかとか、それでみんなせめぎ合ってすごい大変なことになってて、やっぱり生活のためにしっかりと予算は回していくべきだと思うし、税金のチェックもそういった立場からやはりしていくべきだと私は考えています。はい、そして何よりもですね、松尾さんの推しポイントはですね、防災士であるというところなんですよね。で、そのきっかけをちょっと、はい、そのきっかけを、はい、していただきたい。はい、きっかけはそれこそもう今日のメインテーマである311です。皆さんも
まあ大人の方であれば、まあ、13年前の話なのですごくしっかり覚えてらっしゃる方も多いと思うんですけれども、あの時本当に日本中がもう大変な地震だと思いましたし、そしてやはり原発事故もセットで起こってしまったということで、非常に被害も、まあ、未だに続いているという状態です。でその時に私も正直あまりそんなに政治に興味があるとかでもなかったし、防災に興味があるとかでもなかったんですが、やはり大変な状況を見ていて、政治の力が必要だし、自分自身も防災についてもっと学ばなければならないと思いましたし、その時にですね、実は鹿児島に保養って皆さんお分かりになりますでしょうか。長期のお休みありますよね、お子さんたちの夏休みとか冬休みとか、そういうのを利用して子どもたちをメインに、まあ、保護者の方もついてきてもらって鹿児島でゆっくり、過ごしていただくっていうのがあったんですね。それこそ原発事故の影響のあるところからですね。でその時に、まあ、1週間ぐらい過ごせば体の中から、まあ、放射性物質が出ていくというような危険もありましたので、まあ、保護者の方もすごく張り詰めた状態で鹿児島にいらっしゃって、でまあ、1週間10日長くて1週間ぐらいですかね、保養をするという、そういった保養の、まあ、受け入れ側ですね、ボランティアで関わったこともあって、それがやっぱり一番大きなきっかけでしたね。防災士についてもそうですし、政治に関わるということについてもやはりそれがもう本当に大きな一番のきっかけだったと思います。はい、はい、ありがとうございます。ミンリッチさんが鹿児島市議、自民党ばっかり今回自民党裏金などで地方選でも立憲が伸びるか勝負だというふうにおっしゃっていただいていて、まさしくですね、その通りなんですよね。その上に陽子さんの TikTok がヒットした。これ何の TikTok なの？いや、開かないと分かんないです。開かないとでということで、はい、まあ、防災士でもあるその松尾さんなんかからすれば、今の避難所の状況などはですね、一体何なんだということになろうかと思いますし、さっき向井香織からも出ましたけど、その桜島の大爆発なども懸念されるし、そういった時に避難所の環境というものをしっかりしていかなければならないねというのが、まあ、今日集まっている5人の立候補予定者のですね、共通の政策でもあるということをですね、申し上げさせていただいておきたいというふうに思います。はい、じゃあ最後の、いや引きますよ、引くまでもなく、いや引きます、引きます、すいません、はい、長谷最後が出てこなかったらどうするの、私が出てきたの、はい、引きますから、はい、ちょっと待ってください、それは引くんですよ。あ、出た、永谷さん、はい、よかったね、はい、あ、こっちにあります、はい、あ、共通政策、はい、すいません、はい、鬼監督、はい、あ、ちょっと待ってくださいね、はい、もう私が言うまでもなく、もう始めましたけど、どうぞ、はい、はい、はい、どうぞ、永谷さん、よかです、はい、私はイメージカラーは緑ですね、はい、緑がイメージカラーです、はい、命と暮らしに寄り添うっていうことですけど、私は職業はですね、もともと看護師をしてました。でちょうどこの、東日本大震災の頃にしていたのは助産師でした。でちなみにその時はちょうどお腹に今次女が12歳なんですけど、その子がお腹の中にいて、ちょうどその患者さんを見てる時に、患者さんから大変なことが起こってるよって言われて、テレビを見てごらんって言ってテレビを見たら津波の映像が目に入ったっていうのを今でもちょっと思い出すんですけど、でその後に、まあ、6月に子供が生まれたので、まあ、産後ですね、その震災の復興とかそういうもう本当に大変な時をなんか、まあ、いろんな思いで過ごしました。でその後はちょっと看護師の方がもう長くしてるんですけど、で看護師をしてる時におばあちゃんをちょっと見とったりして、認知症だったんです、おばあちゃんが。で介護をしたことがきっかけでケアマネージャーをしたいと思いまして、でケアマネージャーをして今に至ります。でもう
回はですね、共通政策の中にさっきうかりさんからも出てましたけど、買い物困難のお話がすごくたくさん出てきてて、実は地域の方々を回っていると、今私は星ヶ峰っていう地域を回っているんですけど、団地なんですね、もともとは団地 で今は3世代の方が住んでるところなんですけど、もう買い物に行けないと、車は免許を返納したらもう足がないとっていうことで足がないということで、バスをどうにかして巡回バスとかしてくれないかっていうご意見をいただいてます。で、まあそういうことはですね、今まで思いついたことはなかったんですけど、まあ、今回この今ちょっとお借りしていいですか、はい、どうぞ、はい、共通政策の中に一番最初にですね、ここに1番目も2番目も関係あるんですけど、公共交通の充実とか買い物困難のための移動車両の制度とか書いてあるんですね。ここはもう本当に今回りながら思うんですけど、すごいもうドンピシャだなと思って、私たち5人がやろうとしてることは全然それたことでもないし、こうやって命と暮らしに寄り添うってありきたりだから何したいのか分かんないって言われたこともあるんですけど、実際は命と暮らしに寄り添うっていうのは本当にもう地域に密着した声を皆さんから聞いて、それに取り組んでいくこと、もうそれその他にもう他ならないというか、そういう思いで今歩いてます。でちなみにすごい日焼けしてらっしゃるけど、私ももともとジグロなんで、色は多分一緒ぐらいだと思う。あ、そうですか。原発事故の、はい、はい、うん、はい、原発事故の時は助産師をしていたと、はい、いうことなんですけど、結局ですね、まあ、原発事故のことからちょっと離れますけど、昨年1年間でですね、亡くなった人が150万人なんですね、はい、生まれてきた人数が70万人なんですよ ね、 すごい少ない、80万人人口減少なんですよね、人口減少してます。だから鹿児島市の人口が、まあ、みんなが今日5人集まってる市になろうとしてる鹿児島市の人口がですね、まあ、60万人とまでは言ってないわけですけど、まあ、60万人とすればですよ、鹿児島市よりもっと20万人ぐらい多い死ぬが1年間で消滅するっていう話なんですよね。すごい、だって鹿児島市の人口って鳥取県の人口と同じぐらいなんですよ、はい、そう考えるとさらに衝撃的、衝撃、だから本当にね、子供を産み育てやすい環境をいかに作っていくのかというのはですね、ただ子育て世帯にですね、お金だけ出せばいいと、増税メガネがやろうとしているようなことではもうどうにもならんというふうに私などは思うんですけどね、はい、その通りです、はい、その通りでよろしいですか。あ、ありがとうございます。長谷に小夜子さんにその通りだとおっしゃっていただいてると心なしか広瀬さんが緊張してる、いやいやいや怖いわけ、いやいや、そんなことないです、怖くないです、優しいです、はい、いやでも実際にですね、60人ぐらい市議選に立候補する人たちがいるわけですけど、45人の枠にですね、で女性がの立候補者の人数っていうのは十何人だし、そのうちの5人が立憲民主党で、その中で医療とか介護の現場のことが分かっている、理解した、実際にその場で仕事をしたことがある人が立憲民主党の2人、長谷さんとうかりさんですね、まあ、そういう本当に現場のさまざまな困ってる人たちや頑張ってる人たちのことが分かってる人たちがちゃんと議会にね行くことが、まあ無理やりこじつけるようだけども、災害が発生した時などね、
あの本当に役に立つ議員としてね、活動をできると思うんですよね。あ、そこであの女性の候補の方多くて、選挙で嫌がらせあるかと思いますが頑張ってほしいですって書いてある。嫌がらせがやっぱありますかね。あります、ある。でもそれは私にもありますけど。はい、否定しません。はい、みんな共通だよね。あります、あります。女性ならではの嫌がらせというのは例えばどんなことですか。なんかセクハラですね。なるほど。私は一生懸命説明して、説明してたにもかかわらず、でよろしくお願いしますって言って、もう全部お渡ししてですよ。で後ろに来てついてきてくださってたスタッフに、あなたが出るの、いや私あと写真も渡してますよねって。だからやっぱり男性がやっぱり選挙は男性が出るのと、固定概念がちょっとあるかもしれない。でも新井瑠璃香と申しますって言って、全部言わない話をしてチラシを見せてもね、チラシを見せて後ろにあの普通にジャージみたいなの着てる人に、私スーツで行ってて、話を戻させていただきます。医療の現場を知る2人、道路関係に詳しい向井さん、すみません、して、はい、教育の現場を知ってる、教育の現場の困難さを知ってる新井さんと、あと災害の生の現場を知っている防災士、ボランティア活動豊富な、はい、松尾さん、この5人が出るということの意義はすごい大きいものを感じますよね。いやいや、だからあの本当にあの平時もそうだし、災害の時もそうだし、現場のことを分かってる人が政策立案に発言をしていくと、政策を形成していくということがものすごく大事なんですよね。だからあのこの5人の女性候補を、まあ、何が何でもみんな当選してもらってですね、あの鹿児島市政を変えてもらいたいというふうに、思うわけですよ、はい、だからむしろその女性だから女性だからとあの単純に推しているわけではなくて、ちゃんとこれができる、これを知ってるという中身で私たちは勝負してるわけですよね。あ、そうです、そうです。たまたまそうなったと、まあ、5人のうちね、あの4人があの非正規雇用で頑張ってきたし、5人のうち4人がシングルマザーだし、1人は80歳まで住宅ローンになるわけですから、本当に、はい、ここにね、僕みんなが反応しないというのはね、ちょっと「あ、俺80歳まで住宅ローンがあるんだ、頑張れ」とか、ね、言ってくれないから、そう、あの兄さんにエールをお願いします。女性の離婚者少ないですね。そう、まだ15しかないです、それでも過去最高ではあるんですね。そうですね、はい、前回は何人いらしたんですか、女性と。今ですか、今前回の、前回どのぐらいだと落ちたのが一人じゃなかったかな。そうなんですね、11人ですか、いやだからあの少ないね。いやいや、とにかくですね、あの現場のことをちゃんと分かってあの発言していける、あえて女性と言わず人と言わせていただきますけれども、あのお、やっと出た、右さん、ローン頑張ってください、言わせたから、はい、だから現場のことを分かっている人たちがあの市政の場で、市議会の場であの当局に対して発言していくということがあのすごく大事だと、だからこそみんなで力を合わせて頑張りたいというふうに思っています。はい、というところでですね、もう1時間経ってしまうので、原発のことにあの、まあ、今日は 3.11 から13年ですからですね、いろいろ要求して申し訳ございません、はい、ここ本題に入る前に、あ、本題に入る前に各種 SNS のフォローですね、 Twitter、 YouTube 登録、
インスタですね、皆さんよろしくお願いします。さらにあのもしよければですね、もうご寄付もいただきたいです。もう本当にですね、向かえ、はい、うまいな、じゃあいやいやいや、はい、うまいな、はい、貧乏なのでお願いします。いや、はい、お金お願いします。はい、はい、皆さんのできる範囲で、はい、はい、本当にお金が必要です。サブスク感覚でぜひ川内さんに、はい、裏金にしませんので、はい、裏も表もありません、はい、はい、表しかない、うん、はい、あ、東日本大震災、あ、そう、表金もないです、はい、民主党だったからどうにかなりましたよねと、その通りなんですよ、その通りなんですよ、はい、今回の対応最悪ですね、最悪ですからね、ですよ、ですよ、はい、能登、はい、ということで、はい、ちょっとですね、あのみんなも見たことないと思いますんで、原発事故のですね、後のですね、原子炉建屋の状況というのをですね、あの私が中に入って撮影してる映像があるんですね。でこれ誰も撮影してないんですよ、誰も撮影してないんだけど、私が撮影してマスコミにこれ流してくださいと言っても取り上げたのはですね、あのなんだっけ、あのモーニングショーだけですよ、やってました、モーニングショー、あの当時玉川さん、玉川さんだけが取り上げた、他全員無視。まあそうですね、めちゃめちゃ貴重な映像なんですけどね、ちょっとみんなで見たいと、一緒に見ながら解説していただきましょうかね、まあ、解説はしますけど、まあ、とりあえず流していただいて8分間あれだ、どう分かりました、まあ、見ていただいた方が、はい、分かりました、はいはい、すいません、アナログですけど申し訳ないです、はい、あ、データ移行できないのか、ディナ、そんなことはできない。あーって私が打つんだ。だから持っていただいた方がいいんですよね。行きましょうか。いやだから大義士に持ってもらった方がいいんですよね。え？いやなんでもないです。見えますかね皆さん。すいませんアナログで本当申し訳ない。いや。あ、ちょっと寄せないで。寄せない方がいいね。はい。はい、今私の横にあの映ってたのは東京電力の吉田所長の後の所長さんですね。で私が着てるのは鉛を着てるんです、鉛を。ごめんなさい。これ原子炉建屋の1階ですね。鉛を着て、ガムテープでぐるぐる巻きにして、だからあのゴーグルだけしてますから、あの目だけはものすごい被爆するんです。で原子炉建屋というのは5階建てなので、上に登っていくんですね、ちょっとずつ階段で。位置がずれてる、光が入って見えなくなった。倒れたって、すみません、タイムラグがございますね。はい。